ドリンチェイサーです。今回こちら平家こくだまの新商品を一気にざっとおさらいしていきたいと思います。はい、まず今月のこくだまの日に発売されたお人形は2つありますね。日記帳の神様ニッキーとパトカーの神様パトル。はい、どっちもとっても可愛いですね。お話の中にはすでに登場してきています。はい、まず日記帳の神様ニッキーは記憶運、一緒にいると記憶力が良くなるかもということで、はい、冷静で真面目、未来から来たここたまになります。はい、こちらの魔法の卵と一緒に出てきました。はい、そしてこちらパトカーの神様パトルは警告運、一緒にいると危険を知らせてくれるかも。はい、犬のおまわりさんですね。正義感が強い、騙されやすい。こちらはタキシーとドレシーを追いかけていましたね。はい、とっても可愛い。はい、そしてこちらにいるのはなんと星野川はるかちゃんのドール、ウィンクバージョンです。はるかちゃんのノーマルバージョンのお人形は来月かな、発売されるんですが、こちらのウィンクバージョンは新しく発売された魔法の卵や、ココタマキャッスル、あとはココタマ遊園地ですね、のいずれかを購入すると先着で昨日からもらえます。なくなったらおしまいみたいなので欲しい人はお早めに。はい、ちゃんと足のところにこのマークがついているので、キャッスルやこちらの魔法の卵にも反応するということですね。楽しみ。そしてリボンちゃんと同じくここに穴が開いているので、リボンちゃんのいろんなパーツも付け替えてはるかちゃんにつけて遊ぶこともできます。はい、ではこちらの魔法の卵も見ていきましょう。こちらココタマ、3種類のココタマで魔法ミックスができます。入れる順番によっていろいろ音声が変わるのかなと思っているので試していきましょう。音と光で合体魔法、順番が違えば同じものも別な反応するのかとかも見ていきたいと思います。魔法を混ぜて合体魔法遊び。ここ玉を順番に3人セットして、卵を閉じると魔法が混ざるよ。魔法の鍵で開けると、はい、例えばリボンちゃん、ピロー、チャコだったら、ココンポイポイココタマ、リボンでピースかチャチャチャのチャという魔法になります。って感じですよね。面白い。そして、先ほど紹介した日記帳の神様ニッキーで遊ぶと、スペシャル演出があるそうです。ニッキーを交えての魔法も、ちょっと何か変わってくるのか、そこもチェックしていきましょう。集めたドールで、ココタマ登録遊びもできます。たくさんあるドールたち、何人集まったかこちらで確認していきましょう。こちらは、ひらけここたまシリーズは反応しますが、秘密のここたまハウスシリーズのドールは対応していませんと書かれているので、食玩で出てきたラキタマとイボンちゃんはどうなのかもチェックしていかなきゃダメですね。太陽の乾電池が3本必要になります。手元にない場合は準備しておいてください。はい、では今日は気になるはるかちゃんのココタマキャッスルでの音声を聞いていきたいと思います。次回からどんどんパトルとニッキーを開けて、その次には魔法の卵を開けて、いろんな遊びを試していきたいと思うので、そちらもぜひぜひチェックしてみてください。では開けていきます。はるかちゃん、これは嬉しいです。かわいい。この部分がちゃんと稼働するようになっているので、お座りもできますね。ちょうど座ると他のココタマたちと同じぐらいの身長になるかなというイメージですね。はい、試しにリボンちゃんを持ってきましたが、まあだいたい同じくらいかな。お座りすると同じくらいの大きさ、立つとはるかちゃんの方が一回り二回りぐらい
身長が高いようになってますね。頭1個分って感じ？はい。でもいいですね。この大きさのバランスもすごく可愛いと思います。はい。はるかちゃんの頭のところにこんな感じでリボンちゃんのパーツをつけると、あ、似合います。後ろにリボンのこの絵があるのでどうかなと思ったんですが、ちょうどいい大きさになってるんですね。かぶせると綺麗に隠れます。はい、たくさん集めているパーツもリボちゃんだけではもったいないなと思っていたので本当に嬉しい。あ、ティアラだとこんな感じ、まあ、リボンちゃんみたいに真ん中にこう乗るわけではないので全てがぴったりこう当てはまるという感じではなくって、やっぱりリボンちゃんの方が合うなというものもありますが、まあ、帽子系は横っちょにかぶっていてもどれもとっても可愛いと思います。あ、でもこれもちょっと微妙かな、リボン系の方が合ってるかな。はい、これだったらいいかな。どうでしょう、これは可愛い感じじゃない。あとはこれはどうかな、サンバイザー的な斜めに、あ、まあこれもありかな。ナースのやつはどうかな。あ、これもかわいい、お手伝いしますみたいな感じ。はい、またちょっとリボンちゃんのものとはイメージが変わりますね。これだとお料理運ぶお手伝いします。やっぱり若干真ん中に欲しいなって思うものもありますが、はい、あ、これは可愛い。いろいろ試して、これがぴったりだなーっていうのを見つけてあげるのもいいですね。なんか、これ面白いね。あの、この、ポニーテール部分の帽子みたいな感じになっちゃってます。これはやっぱり、リボンちゃんの方が合うなー。こんな感じ？たくさんパーツがあるとこんな感じでお揃いみたいにもできるのはいいなと思います。お待たせしました。ではココトモキャッスルで音声を聞いていきましょう。まずはおしゃべりから。おしゃべりしよう。いきます。はるかだよ。うん、はるかだよ。はるかだよ。まさかのはるかだよだけなの？あー、でもこれはおまけでもらったのだったからな。後ほど発売されるはるかちゃんはもうちょっとたくさん音声入っているかな、期待しましょう。はるかだよ。はい、ではキラキラハッピーシャワーの音声を聞いていきましょう。いけるかな。一緒に踊ってくれるのはリボンちゃん、ピローチョコ。はい、ではいきます。キラキラハッピーシャワー、どうかな。しましたね。はい、やったねという音声も入っていてとても可愛かったですが、まさかなるとはちょっとびっくり。嬉しいですね。はるかちゃんでもキラキラハッピーシャワーの音声を聞くことができました。はい、というわけで今回はひらけココタマの新商品を一気に紹介してみました。次回はニッキーとパトルですね、こちらを紹介していきます。では次回もお楽しみに。チャンネル登録よろしくお願いします。以上、ドリームチェイサーでした。また見てね。バイバイ。